田川七左衛門安土桃山時代から、江戸時代の非全国平戸藩の武士、帝政公の祖父、堺の出身、娘松が民の会唱、帝支流に課し、帝政公を生んだ。江戸時代の平戸藩の武士から1696年、帝政公の弟で、一の孫にあたる。父は、帝支流、母は、田川松。長崎で商売が成功した。 田川七左衛門は、兄と手紙でやりとりを続けており、資金や物質面で兄を援助していた。低成功より、田川七左衛門に宛てた書が、中国南安市の低成功記念館に残っている。末栄に、厚生大学教授の低新一、その次世代は1955年に、副獣生に改名している。国民健康保険平戸市民病院、田川七左衛門外伝。 hirado-municipal-hospital.com2021 年2月14日閲覧中国や台湾で英雄視される日本生まれの人物とはイコール中国サーチなオリジナルの2021年8月13日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.2020813185102/.http:/news.searca.in.a.net/.id/.1699439 1ページイコール1田川七材物を超謀論歓迎来事日本的人選手文資料全文 ありがとうございます。